島の地図アムステルダム島は、インド洋南部にあるフランス領の島。マダガスカル、オーストラリア、南極大陸、チャゴス諸島のいずれからも、約 3200km 離れている。行政区分としては、フランス領南方、南極地域のサンポールアムステルダム地区に属する。1522年3月18日、スペイン人のフアン・セバスティアン・エルカーノにより、発見されたが命名されないまま、1633年にオランダ人がニューアムステルダム島と命名した。1892年にフランスが領有を宣言。当初はこの島をマダガスカルの属領とさせていたが、1955年にフランス領南方、南極地域の一部となった。この島は火山島だが、現在は活動していない。面積は55平方キロメートル。気象観測など科学者30名ほどが住んでいる。85キロメートル南には同じくフランス領のサンポール島がある。海洋性気候で年間平均気温は約13度ほど。島には持続的に西風が吹いている。近辺の気候区分では西岸海洋性気候に属する。ありがとうございます。